今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり手元にいくつか案件があるから、あなたたちにも任せたいの。現状すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でもそれ以外に3つある肝心なものが準備できていないの。その3つが名家不浄石、戦機革新、そして戦火呪符。その僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして戦機革新は軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦火呪符は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様必要不可欠なものね。三つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかるのも時間の問題よね。でも兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたらいいねで買い取らせてもらうわ。それと三つの素材を集めるのが早かった三名には私に質問する機会をあげる。もちろんどのような質問にも答えるわ。この見返りはきっとみんなを満足させることでしょうね。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の技。しかし来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら。その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得た者こそが市場の棋戦を制することになるはず。ついてるぞ。つい最近不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。俺たちも生きとしよう。先を越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。オイラたちも行ってみよう。先ほどの話あなたたちも聞いていたようね。どうかしら、興味はある？この私が知っていることであれば何でも真実を教えるわ。本当か？じゃあオイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。その秘密が分かればオイラたちもう二度とモダに困らなくて済むだろう。もちろん教えることは可能よ。ただしそれはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材は全てそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから。
気をつけて。行こうってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず極境台を離れてって、あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、随分と優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ボサッとすんな。早くついてこい。はい。おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。はあ？もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。親分、なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ普通の人間じゃないですよ。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。言ったはずだ、ヌシらの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。ルリ亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限りそんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから少しぐらい分けてくれてもいいだろ。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなとそう言われたが、まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。ん？
はあ、またお前らか。千眼軍？どうして千眼軍がここに？まさかお前が通報したのか？余計な真似を。俺は。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。嘘を怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。神格。神格？我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。ヌシラの名は知っている。宣告は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか。じゃあこれまで。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか。精神、ルリユリ、ルリ袋、それらを普段は食している。薬剤？どうやらよく分かってないみたいだな。うん、近くに不袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。なあ、神格ってもしかして仙人なのかな。初めてリーユエコーに来たみたいだし、それに常識もちょっとないだろ。仙人だったとしたら納得できるんだけど、どんな仙人なんだろう。気になる。ようこそ。どういった薬をお求めでしょうか。精神、ルリユリ、ルリ袋、どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。どうぞ。今ここにある在庫のすべてです。感謝する。本当に食べてるぞ。これで十分だ。地層になった。いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたくさん料理を注文してそれを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえばその美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って
て？あ、間違いない、こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ？そうだ、忘れるところだった。オイラたち軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、もし他の人より早く集めることができたらどんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか？確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。だが主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい、見返りを求めはしない。うえ、神格はそれでいいのか？でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。案？神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかはわからぬが、十分な効果は期待できるだろう。我らより先行しているものを全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ？ダメだ！どう考えてもやっちゃいけないことだぞ！そうなのか？だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと聞いたが。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ！名家不条意し、戦機革新、そして戦火呪符、順番に探そうぜ。まずは不条の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったらあなたたちでしたか。あ、白術どうしたんだ？行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ？それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。ですがお客様側の事情ですので、あまり深くは追求しないようにしようかと。それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして。どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか？あ、悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。そうだ、白術って物知りだし、名家不条絵師について聞いたことってないか？軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不条絵師を活性化させれば雲の上まで飛べるとか。非常に貴重なものです。文献に記録されている名家不条絵師はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも飛雲紹介の方が詳しいでしょう。なるほど、じゃあ飛雲紹介に行って聞いてみようぜ。白術ありがとな。どういたしまして、うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず福袋にいらしてください。なんだこれ。行幸さんが依頼した傷薬、いくらなんでも多すぎます。軍玉閣の再建はそれほど危険なものなのでしょうか。妙ですね。
坊ちゃま、やっとお帰りになられたのですね。おや、何を慌てているんだい。ここ最近紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からのお達しです。そういうことか、分かった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。ゆくあき、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。アキョク、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい。何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不浄石について何か知らないか。なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。持って？まさか。実を言うと、飛雲商会には名家不浄石がある。ただし一つだけだけどね。これは他の者から競売用に預かったものだ。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億もらを超えると予想される。5億もら。正直この不浄の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でももし名家不浄石がなかったら。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい。ん、誰だそれ。鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関雲録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家不浄石がある。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し歴史の陣愛へと埋もれていった。ただ幸いなことに僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李斜坑の近くにその銅典があることが分かった。やった。あ、でもオイラたちがそれをもらってもいいのか。仙人に対してその罰当たりだったり。問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の銅典は非常に緻密に作られたもので自衛機構が備わっている。長いこと放置されてはいたが、それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。おう、気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。
軍玉閣の再建に関わる競争はなかなか苛烈なようだ。誰が報酬を手にするのか実に見ものだね。行ってた場所はこの辺りだと思うんだけど、何も見当たらないな。ここ一帯に痕跡を消すための千人の砲術が貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。お、さすが神格。よし、もう一回探してみよう。あ、見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに洗礼がいるぞ。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当か？あれってさっきの洗礼じゃないか？見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然じゃないか？まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか？これは本物の雲ではなく空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが気をつけた方がよい。
連機過信、お下がり禁止。連機過信、よっ、ガッと、だって、はっ、せっ、と、はっ。侵入者として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。せっ、連機過信、装置の確信があらわになったぞ。今のうちだ。化粧、念の表像、しかないようだ。しかしその前にこの層の守衛装置を壊す必要がある。
そうじゃなきゃ大変なことになってたぞ。ああ、洗礼がまた飛んでっちゃうぞ。早く追いかけよう。あの岩壁、なんだか他と違う気がするぞ。近くで観察してみよう。
こんなに大きいなんて。それもそうだな。でもどうして浮いてないんだ？活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。俗世の束縛から解き放たれ空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか。神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ様々な伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ？案ずるな。これ式であれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。念の表と助けが必要な方がいるはずです。
なんてことだ。神よ、僕は夢でも見ているのか。あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に謳われる仙人に違いありません。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。この名家不浄石には満点をつけても問題ないでしょう。お名前をお伺いしても。我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。進化くん、あ、それと行幸の手下も。なんと、あなたたちでしたか。これほどの不浄の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。ひひ、秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。正直なところ、これまでに届いた不浄の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは私は先に失礼します。ご覧の通り、まだやることが山積みですので。神格、さっきここに到着した時、みんな神格のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごいって褒められたら、胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて、普通の人間とは違ってたぞ。しかし我はそうでは。神格？なんでもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ、少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、そういえば百文が言ってたよな、近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ、少し座禅を組めばじきに治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった、覚えておこう。あう、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。
ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野次馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん、間に合ってよかったですね。おお、オイラたち運がいいな。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さん、ごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ、新閣が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で新閣にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。あれって竜王釈放神官じゃないか。どうしてこんなところに。行ってみようぜ。神格とはもう会ったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろんだぞ。竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか。それは当然。リーユエ校で長年生活する関羽を除けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。って、うえ、お前は気づいてたのか。っていうことは、知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見て、あの子は普通の人間と異なるのか。神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして
6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないと分かると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜恩釈放神君がいなかったら、今頃神格は…いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無散し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だったんだろ。なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ。神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし子供の頃より放たれていた殺意は、年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜恩釈放神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。ふん、そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。ふむ、思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。
覚は仙人じゃなくて仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。仙人に育てられた人間は今のリーユエに必要な存在だろう。それと同時に多くの仙人の願いを乗せているのかもしれぬ。刀や槍は相手を選ばず、赤ひもの力にも限がある。だから我は我のことはもう師匠から聞いているな。え、どうして知ってるんだ。主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。新閣、おいらずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ、過去の経験を思うと、説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし、主らは我を仙人だと思いながらも、遠ざけるのではなく、友人として接してくれた。これには、我も感謝している。オイラたち、本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかはわからぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの2つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、進学、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら、一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。縛られてるな。
それはまだ再建が終わっていないからです。ヤコブ、北斗もいる。それに知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため再建作業を2つに分けています。適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して地上で軍玉閣の土台となる部分を作ります。浮上の石の用意ができたら、浮上の石と土台を組み合わせ、部分的に完成した軍玉閣を山の頂と同じ高さまで浮かせる。その後の作業は上空で行う予定になっています。準備が整い次第、つなぎ止めている縄を外して軍玉閣をあるべき高さまで飛ばすのです。百聞さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください。すぐ伺います。再建作業が順調に進んでいるのもあなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。よっ、まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。北斗も軍玉閣の再建に手を貸してたのか。ああ、以前の航海でたまたま名家浮上石を手に入れたから、それを持ってきたんだ。名家浮上石は貴重なものだけど、見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだな。そうだ、紹介しよう。彼女はリーユへの看板役者のウンキン、ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人、私の古くからの知り合いだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。そう、かしこまるな。友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先いい関係を築けそうな予感がしています。実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石は何とか見つけることができました。少し小さいかもしれませんが、かろうじて合格をいただけた状況です。おお、なら三人ともいいライバルになりそうだな。お聞きしたいのですが、神格さんも参加されているのですか。いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼女の力になれればそれでいいだけだ。それなら一つご提案があります。行幸さんが定めた規則では、素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです。質問の機会は3回であれば、私たち3人でちょうど分けることができます。お互い競い合うよりも、ここは一致団結し、この3名分の権利を手にしてはどうでしょう。おお、それはいいかもな。具体的にどうすればいいんだ。ははん、ウン先生の意図が分かったぞ。一番困難であろう浮上の石は3人ともすでに見つけている。残り2つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだ。どちらか一方が仕入れ先を確保すれば、3人の需要を一気に満たせる。そうだろう、ウン先生。はい。そのような方法が。よし、なら私から情報を共有しよう。戦機革新について、こっちはもう手がかりを抑えてある。革新の制作は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな。私は船に一度戻り、スーリンに聞いてみるつもりだ。あんたたちはリーユエ港に戻って、艦砲鉄器のショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針がまとまったようだな。ならここからは別々に行動しよう。どちらがうまくいっても
私らにとっては勝利に近づくことになる。それじゃ、私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ。ウンキンは行幸に何を聞きたいんだ？実は今、新しい劇の舞台を探しているのです。行幸さんの審美眼は確かなものなので、それについてご意見を伺おうかと。おお、どんな劇なんだ？オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので、深海仙女の伝説物語です。劇の名を深女壁館と言います。お前たちか。今日は何か買いに来たのか、それとも鍛造の依頼に？翔さん、お疲れ様です。お伺いしたいことがあるのですが、戦機革新というものを聞いたことはありますか？ああ、そりゃもちろんあるが、お前さんは？申し遅れました。私は運気。翔さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、以前父が舞台で使う武具を依頼したことがあります。運金舞台？ああ、まさかお前さんがあの運先生なのか。すまんすまん、鍛造に集中しすぎて頭が回ってなかった。運先生の名前は俺みたいなあまり劇を見ない人間でも知っている。で、戦機革新について聞きに来たんだったな。無論、俺ならそれを作ることができる。過去の軍玉閣の建設でも行幸様のために作ったことがあるからな。ただ戦機革新を作るのに必要な鉱石はかなり希少なものだ。前回は行幸様が用意してくれたんだが、お前さんたちは持ってるのか？いや、まだ持ってないんだ。だから何が必要なのか教えてくれないか？なるほど、そういうことか。これを作るには再生鉄鋼と非化石という2種類の鉱石が必要だ。俺の記憶が正しければ、行幸様は前回天鉱山のあたりで鉱石を見つけてきたはずだ。再生鉄鋼には神の目と共鳴する性質があると言われている。苦労はすると思うが、時間をかければ必ず見つかるだろう。ただ非化石は少し厄介でな、あまり市場にも出回らない代物なんだ。すまんが、それについては力になれそうにない。ただ天鉱山の付近に住む人なら非化石の在りかを特定する秘術を知っていると聞いたことがある。もちろんただの噂に過ぎないがな。まずは天鉱山の周辺で再生鉄鋼を探し、地元の人間に会ったら非化石について聞いてみるといい。天鉱山、そういえば深女壁館も天鉱山を舞台にした物語です。天鉱山の環境は素晴らしいもので、多くの仙人たちも好んで訪れると聞きます。そこなら何か新たな発見があるかもしれません。皆さん、他の方に遅れを取らないよう早速出発しましょう。あなたたち、海辺はとても危険。ナナはみんなの避難を手伝ってる。うん、行幸が言ってた。海に良くないものがいるって。だから人を避難させるためナナに頼んだ。でも誰もナナの言うことを聞いてくれない。
ナナ、ここを守ることしかできない。もし危険な状況になったら、ナナが前に出てみんなを守る。あなたたちも海に近づかないで、危険だから。幼い頃、父と一緒に天高山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日、その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。珍女壁館の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。蒙蒙たる梵煙と満ちる仙煙、まごうことなくここは仙人たちが息づく地でしょう。運慶がもうすぐやる劇って珍女壁館なのか。ちょうど天高山で起きた出来事だなんて、これもきっと何かの縁だな。その珍女壁館ってどんな話なんだ。ええ、これはとある少女が英雄になる物語です。英雄、オイラ英雄のお話は大好きだぞ。これは天高山における最初の伝説でもあります。かつてこの地には栄えた村があったそうです。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました。夫はその出来事に打ちひしがれ、心が病んでしまいます。魔物はとても傲慢でした。かの者は村人たちにこう告げます。死にたくなければ村の子供たちを差し出せと。なんて悪いやつなんだ。ちゃんと懲らしめてやらないと。しかしその魔物の力は強大でした。村人たちは恐怖のあまり、その要求を飲まざるを得なかったのです。誰の子供を魔物に捧げるか、それを話し合っていた時、突如一人の少女が名乗りを上げます。その少女ってまさか。少女は襖の剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そして勇敢にも立ち向かい、苦闘の末ついに魔物を退治したのです。その後、少女は優れた素質から仙人に引き取られ、幸せな結末を迎えます。ただ残念ながら、仙人と人間には永遠の隔たりがあります。彼女が俗世に戻ることは二度とありませんでした。
病病たるこの世、晴れゆく霧。これが神女壁館の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。もろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくい。そのように考えたことはありませんでした。劇を創作する際、その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりません。ですので必然的に実在する物語を改編する必要があります。この劇を父が書いた時、おそらく物語の核心である神女に脚色を加え、より多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょう。ああ、でも良い物語であることには違いない。我が理想とするような物語だ。うんうん、いい話を聞いたらなんだかオイラもやる気が湧いてきたぞ。よし、オイラたちも頑張って再生鉄鋼を探そうぜ。先ほど道すがら辺りを眺めていたところ、村が見えたような気がします。翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし、訪ねてみてはいかがでしょう。おお、本当に人がいる。運慶の見間違いじゃなかったみたいだな。おじさん、こんにちは。オイラたち聞きたいことがあるんだけど。あれ、聞こえなかったのかな。すみません、通りすがりのものですが、非化石に関してお伺いしてもよろしいでしょうか。うわ、村で手がかりを探すしかなさそうだな。しょうがない、辺りを見て回るか。新宅、運金、探してみようぜ。すまない、先に行っていてくれ。我は彼と話がしたい。良いか、明春爺よ。お前は新宅だ。新宅、生きていたのか。まさかあの噂は本当だったと。
今までお前は。すまない、非化石のありかを俺は知らん。だが村の記録に多少なりとも情報が残っているかもしれない。この村はとうに廃れている。訪れる人なんかいやしない。好きに調べても問題ないだろう。え、このおじさんと神格って知り合いだったのか。ありがとうございます。では私どもで調べさせていただきます。あの明春さんという方、特に神格さんへの悪意はなさそうでした。神格さんに危険が及ぶことはないでしょう。心配は無用だと思います。ああ、そうっぽいな。じゃあオイラたちは先に村の中を探させてもらおうぜ。数年前、師匠に内緒でこの地を一度だけ訪れたことがある。その時ここはすでに閑散としており、俗人しかいなかった。つながりのあった物や人は我から遠く離れていたのだ。それだけでなく、すれ違う人々は皆我を囲み仙人として崇めるようになった。我は仙人ではなく、この村で生まれたただの娘であると伝えても信じてくれる者はいなかった。誰一人とな。あの日朽ちた家々を見て我は言葉を失った。この世とは広大で果てしない。どこへでも行けると思ったが、どこへ行けばいいのかなど考えても答えは出なかった。かなりの時が経ち、全てが変わってしまった。実は前回ここを訪れた時、我は胸が締め付けられるような思いであった。だがこたびはなぜか違うようだ。一人だと色々と考えてしまうものだ。でも今回は友人と共に来たのだろう。ああ、我の友人だ。と、これは。神格さん、あの方はもしかして劇に登場する神女なのでしょうか。よく考えてみますと、確かに彼女には仙人のような雰囲気があります。それに年齢も合致している。彼女と会話するとき道理で違和感があったわけです。もっと早くに気づくべきでした。そしてこの記録から一つのことがわかります。劇に登場する神女は冒頭に出てきた夫婦の娘のようです。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、実の父親の手によって魔物の生贄とされたのでしょう。はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは。実に悲しいことです。神女は劇で語られるほど勇敢ではなかった、そう言っていたのにもこれで納得です。望んで危険に身をさらしたわけではないのですから、父が書いた神女壁巻には修正が必要でしょう。これらを踏まえると、神格さんの父は秘術で神々を呼び出したのではなく、魔人の残骸からなる魔物をおびき寄せたようです。
亡き妻への執着が悲劇の引き金となり、そして真実を知らない村人たちは別の地へと移り住んだ。ここが廃村になったのもうなずけます。ただ先ほどお会いした明春さんは新閣さんの家とどのような関係があったのでしょう。一通り回ってみたけど、非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。南にある湖に行って、その中心を探せば非化石が見つかるみたいだ。よし、戻って神格にこのことを伝えよう。1年前、ここに帰ってきた時、通りすがりの商人から白い紙の鮮魚の物語を聞いた。まさかそれがお前のことだったとはな。俺はお前の父親と仲が良かった。だから儀式を止める機会もあっただろう。しかしそのまま見て見ぬふりをし、重大な過ちを犯してしまった。俺は毎年ここへ花を持って帰ってくるんだ。お前たちに謝りたいという気持ちを心に抱きながらな。なぜ謝る必要がある？あの時主が強行を止めていたとしても、きっと他の手段によって災いが降りかかっていただろう。愛する者のためならば、あの男は何でもする。そのあいつのことをまだ憎んでいるのか？それは分からぬ。我は孤独であだなす者、それゆえ師匠の赤ひもによって魂を縛られた。我の不穏な心は抑えられたが、仙人のように超然とした佇まいとなってしまった。過去のことを口にしても今となっては何も感じぬ。憎む憎まない以前の問題だ。そうか、本当に苦労をしてきたんだな。神格戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら昔のことをもっと話そう。おじさん、ありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら見ろよ神格、これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。湖の中心に行けば見つかるみたいだぞ。そうか、ならば早速向かうとしよう。あ、神格さん、一つご相談したいことがあります。先ほどあなたの父親が書いた手記を村の中で見つけました。神女壁棺には事実をねじ曲げた記載が多々あります。ですのでその内容を修正したいのです。なぜ修正する必要がある？先ほどもお話ししたように、劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。その気持ちを無視することはできません。構わない。先ほど主が語った劇を我はとても気に入っている。え？己の力を人のために使えるようになった時、
本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていた。それゆえ我もいずれは劇で語られる人物のように己を顧みず人々を守りたい。今までこのように考えたことはなかった。この先も同じ気持ちのままでいれるかはわからないが。いえ、ご安心ください。その気持ちがなくなることはありません。私から見てあなたはすでに変わりつつあるように思います。ただそれに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう。新加くん、ウンキ、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと誰かに先を越されちゃうぞ。俗世に帰着するなど高望みなこと。我は自然と共にある方が落ち着く。
聖堂に戻り、おの神を守るのだ。俗世に帰着するなど高望みなこと。我は自然と共にある方が落ち着く。